それにしてもおめえ、俺に服の見立て頼むってことはセンスねえって自覚があったんだな。余計なお世話だ。ほら別に無難に済ませてだけだよ。お前も適当にやってくれりゃいい。何言ってんだ、俺がやるからには手は抜かねえよ。きっちり気合の入った仇に仕立ててやるって。いや普通でいいって言ってんだろう。まあ任せておけ。おお、おいおい、面倒だな。やっちまうか。てめえだよ。着いたぞ、ここだ。本当にこんなとこにあるんだな。そんじゃ入ろうぜ。気に入ったのがあったら言えよ。ああ。無難な線だとこんなところか。なんかパッとしねえな。地味だな。それが仇ってもんだろうが。見え張ってなんぼなのは極道だけだ。ただこれじゃなんていうか貧乏人っぽく見えるんじゃねえか。ならおめえにぴったりだな。うるせえな。お、これなんかどうだ。バカ、おめえそれ絶対やめとけ。選ぶんじゃないかとは思ってたけどよ。なんでダメなんだよ。これじゃあスーツの自己主張が激しすぎて、アクセサリーや髪型、靴、腕時計、全身コーディネートしないと浮いちまう。着こなすにはセンスだけじゃなくて手間も必要だ。おめえみてえに無頓着なやつだと服に着られるのがオチだ。ったく、めんどせ。それじゃあ、これはどうだ。色は落ち着いてるが、ラペルがピーク度で意外と派手に見えると思うぞ。お、白か。さっきの柄物に比べりゃマシな方だろう。よし、これ試着してみろよ。よ、これでどうだ、錦。何笑ってんだよ。いややっぱ何着てもまるで堅気に見えねえと思ってよ。ちお前の見立てた服じゃねえか。わかってるって。いやでもよ。お前がどう言おうが俺はこの服が気に入った。これでいい。え、おい、いいのか。全然リーマンっぽくなってねえぞ。織田には服を何とかしろと言われただけだ。やることはやった。文句言われる筋合いはねえさ。そっか、よし、わかった。そこまで言うならそいつは俺のおごりで、兄弟の新しい門出だしな。何言ってんだ。あ、鼻から俺はお前のおごりのつもりだったよ。なんだそりゃ。ありがとうございました。付き合わせて悪かったな、錦。助かった。ああ、お前この後待ち合わせなんだろ、立花不動産の。なんてやつだっけ。織田だ。キッサアルプスで会うことになってる。そうだったな。ところで気をつけろよ、キリュウ。クゼがお前をぶっ殺すって息巻いてるらしいぜ。例の一件で指を落としてから相当来てる。だろうな。危なくなったらいつでも声かけろよ。じゃあまたな。
おお。よう、来たが、待ちくたびれたぜ。おだ。山が抜けてるぞ、おい。上司呼び捨てにする奴がどこにいんだ。大体お前、その服なんだよ。ちゃんとしろっつったろ。全然肩着に見えねえじゃねえか。あんたに言われたくねえよ。あ？あれ？そうか？他にもっとマシな教育係はいねえのか？立場の不動産にはバカ言うなって。俺以外の誰がお前の手綱握れるんだ。覚悟しときな。俺の教育は厳しいよ、キリュウ君。なんだこれ。伊達メガネだ。どんな面でもなぜかまともな人間に見える。俺にこんなもんつけろってのか。いちいちダダこねんなよ。ま、何もしないよりマシだわな。さてと、それじゃあ早速始めっか。まず、今からこの店で得意先のじいさんと待ち合わせて。そいつが年の割に世間知らずの資産家でね、どうも立ちの悪い専友屋に目つけられたらしい。戦友屋？ああ、ヤクザのくせに戦友屋を知らねえのか。しょうがねえな。戦友屋っつうのは、いらたく言いや、立ち退き料目当てに建物を占拠しちまう奴らのことだ。建物を占拠？ああ、よく借金の方に裁判所で売りに出されるビルがあるんだが、これを競売物件という。普通の出物より相当安いけど、こいつを競り落とすと、その占有屋がどっからか湧いてくるんだよ。で、自分たちはこの建物から出ていかないぞと居座る。連中の狙いはビルの買い手にデタラメな立ち退き料をふっかけることだ。本当はそこの住人じゃないのにってことか。そういうこと。もっとも、占有屋は大抵ビルの元の持ち主とグルだ。占有屋はせしめた立ち抜き料から元の持ち主に分け前を払うって仕組みになってる。それじゃあ、その占有屋を力ずくで追い出すのが俺らの仕事ってことか。いや、そうはいかないんだ。か弱いビルの住人たちは法律で守られているんでね。力ずくで行けば警察沙汰になる。そん時捕まるのはもちろんこっちだけだ。おかしな話だろ。結局ビルの買い手は理不尽な金を払わねえと占有屋を追い出せねえんだ。確かにな。けどその金をなるべく払わずに済ませたいってのが今回の俺たちへのオーダーだ。じいさん、そろそろ来ると思うんだが、先に店に入ってるか。おっと、その前にこれ渡すの忘れてた。キリュウ君の名刺だよ。これであんたも立派な立花不動産の社員だな。いいか、今日はお前のサラリーマンとしての適性を測る。あんまりなめた真似するようならきちんと社長に報告するからな。わかった。いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。おい待て、席は入り口の近くじゃダメだ。他の客が出入りして落ち着かないだろ。これから仕事の話すんだから、
こういう時はもう少し奥の席にすんだよ。わかった。もう俺の教育は始まってんだからな。気抜くなよ。よし、この場所なら問題ないだろう。仕事の話をするのにおあつらえ向きだ。おい、まさか神座に座ろうなんて思ってないよな。入り口に近い方が下座で、遠い方が神座。俺たちが座るのは当然下座だ。それくらい知ってる。知ってても実行できなきゃ意味ないんだからな。椅子に座るときは常に気をつけるようにしとけよ。わかった。いらっしゃいませ。ご注文はお決まりでしょうか。ああ、そうだ。いや、今は何もいらない。注文はまた後で頼む。かしこまりました。ほう、なんだ、何か文句でもあんのか。いやいや、見直したよ。俺はてっきりお前が先に注文するんじゃないかって思ってたもんだからさ。客を待ちながら優雅にコーヒーすすろうなんてマナー違反やらかしやがったらぶん殴ってるところだったよ。だがそこは元ヤクザってだけのことはある。礼儀に関しちゃ厳しくしつけられてるんだな。あ、おい、来たぞ。あのじいさんが今日の客だ。どうも、山根さん。お久しぶりです。ああ、悪いね、小田さん。なんか面倒なことになっちゃって。こちらは？うちの新人で桐生です。山野井さんよりご依頼の件、こいつがやらせていただきますんで。へえ、そうですか。おい、さっきの名刺、こういう時に出さねえでどうすんだ。ああ、堂島組の桐生だ。堂島組じゃねえだろ。だいたい名刺は両手で渡す。タメ口もやめろ。失礼しました。立花不動産の桐生です。バカ、名刺が逆さまだろうが。分かってる。今直そうとしたとこだ。分かってんならいいよ。桐生さんですか。なかなか面白い人だ。いやー、そのお恥ずかしい。なるほど。お話聞く限り相手は典型的な占有屋ですね。山野井さんがそのビル落札したのは先月でしたか。すると占有屋が居座り出したのはその直前。ええ、まあ。占有屋は一人ですね。はい、辻って男です。四十過ぎくらいかな。なんだかホームレスみたいな汚らしいやつでして。そいつから立ち退き料の要求はありましたか。まだです。できればそのあたりの交渉も全部立花さんとこにお願いできればと思ってまして。私も年寄りですし怖くてね。なんとかうまいことあいつを追い出してもらえませんか。もちろんです。時に山野井さん、占有屋への立ち退き料いくらまでと考えてます。早いとこ済ませたいですし。そうですね、500万くらいなら。500万？
勝手に座ってるだけのやつにか。それはまあ安く済めばそれに越したことはないですけど。もともとあんたがそいつに金出す筋はねえんだ。俺ならビタ一文払う気になれねえな。おい失礼だ。その辻って男、自分にはヤクザがついているなんて言うもんで、揉めるとあとは怖いんですよ。お察しします。でもご安心ください。うちの気流はヤクザを扱うエキスパートですから。あ、ヤクザのエキスパート。そういえばさっきも堂島組のとか言ってましたね。もしかして気流さんはその筋の方で。いやこいつはなんていうか、ちょっと気合の入ったヤクザオタクでしてね。時々ヤクザになりきっちゃあえつに言ってるんですよな、キリュウ君。ああそうだな。ま、立ち退き料はできるだけ安く済ませますよ。それじゃあ頼めますか。もちろんあなた方への謝礼は別に用意しますから。あ、それはありがたいんですが、立花から謝礼は遠慮するようにと言われてます。いつも山内さんにはお世話になってますから。本当ですか。いやさすが立花不動産だ。やることが粋だね。で、問題のビルというのはどちらに。天下一通りにある杉田ビルです。わかりました。あとは我々にお任せくださいな、キリュウ君。ああ、話は分かったな。要するに専用屋をビルから立ち退かせろってことだ。ま、交渉は俺がやるよ。仕事の手本を見せてやるからな。専用屋のバッグにはヤクザがついてんだろ。交渉だけで済むのか。そこは俺の腕の見せ所だな。差し当たってキリュウ君、君に最初の任務をやろう。なんだ。ひとっ走り菓子折り買ってきてくれ。は？相手が専用屋にしても手ぶらで交渉ってわけにいかねえだろう。これもビジネスマナーってやつだ。またそれが。わかったよ。菓子折り買ったら杉田ビルの前に来てくれ。俺は先に行って待ってるから。それじゃまた後でな。ああ。キリュウ君、ちゃんと菓子折りは買ってきた。あ、おいおい、お前本当に元ヤクザか。使いっ走りくらい。すまん。I completely forgot where I was meant to be.